どうもこんにちは。あれ、はい、はい、というわけで、多分皆さん初めてだと思うんですけれども、はい、普段この YouTube ライブっていう番組でですね、レッツ治療アート文房具 TV っていうのをやっておりまして、まずは今日一応イベントとかやってるんですけれども、ライブイベントですね、なんですけれども、まずはこの YouTube ライブ配信っていうので、まず番組のスタートさせていただきます。これ今生放送やってるんですね。なるほど、 YouTube でやってます。はい、はい、ということで、はい、一応まあ今日は、このイベントっていうのがまあ、アーティストさんが出てきてライブを行うっていうものと、あと、まあ、ライブペインティングで、いろいろと今もう多分書いてるのかな、わかんないですけども、まあ、なんかそういうような感じで、今日は一日やりますので楽しんでいただければ。そうですね、ライブペインティングっていうのは、歌ってる最中に絵を描いていく。あ、そうです、そうです。その前で、まあ、あの辺を描いていく、はい、ね、なるほど。じゃあ完成も楽しみですね。そうですね、はい、で、まあ、改めて、はい、あ、自己紹介、ご紹介ですよ、はい、たまにはタツさんの、あそうですか、MC のタツと申します。あ、よろしくお願いします、はい、じゃあ、で、本当にこの何か皆さんチルアート、そうそう、チルアートですね、はい、MC の MP です、よろしくお願いします。はい、YouTube のまだ放送ってのは1回しかやってないですよね。そうですね、その前はずっと FM ラジオでやってるんですね。はい、で、今日は、第何回になるんですか、これは。今日はですね、まだ1回目が始まってなくて、0.5 回という。0.5 回、はい。まだ、なるほど、まあ、挑戦ということです、はい、はい。まあまあ、そんなことも YouTube でやりつつ、はい、今日のイベントを。で、まず今日のイベントは、この後は何人ぐらい、全部で7組になりますね。はい。で、アーティスト、DJ、アニとかいう形で、今日、終日やっていくような形になりますね。なるほど。で、一組目は、一組目は13時半から、そう、13時半からミーっていうアーティストが、まあ、カントリーミュージックで、はい、やってくれてます。なるほど、はい。その後は、その後はまあちょい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 、おいおい、まあ、見ていてもらえれば、そうですね、これ全部解説してるから、そうですよね、もう負けって言われちゃう、はい、そうそうですよね、はい、はい、ただですね、はい、最近オリンピック、オリンピックですね、はい、オリンピックですね。オリンピックですね、オリンピックといえば、音楽でいうとですね、最近EDM の関係でいくと、はい、カイムさんでしたっけ、はい、カイムでしたっけ、なんですか、アルトロピカル系の DJ、 あー、はい、そうそうそう、ね、が一応閉会式 の、 音楽を務めると思います。ケイティ・ペリーじゃないですか、あれは、パラリンピックですね、いや、あれはオリンピックです、オリンピックですね、はい、オリンピックですけど、あれはテーマソングですね、閉会式の音楽をやるという。ああ、閉会式の音楽ですね。なるほど。まあまあ、結構どうでもいい感じで。なんか日本とかって、安室ちゃんのやつですか？そうですね、安室ちゃんなんですけど、やっぱり日本で、どうしてもその、試合が終わってかかる音楽って、スマップのあれだったんですね。あ、そうっすよね。今話題の、そうですね、話題のスマップですね。なるほど。そうですね。オリンピック見てます？全然見てないですね。まあでも、今日は吉田さんが負けたという。ああ、ちょっとあれは感動しましたね。感動しちゃった、感動しましたね。インタビューで。まあまあ、でも銀でも素晴らしいですけど、ね。まあ素晴らしいです。素晴らしいですね。そうですか。まあ日本人はね、今回だいぶメダルが多くて。そうですね。はい。じゃあこれ、もう呼びますか？うん、呼びましょうか。ちょっとおじさん二人で喋ってても多分つまんないっていう、つまんないので、まあまあ、じゃあ今日の司会を進めて、はい、はいはいはい、いや今日ライブって聞いてるんですけど何をやってるんですか？ちょっとねふわっと、まあ趣味ですよ、趣味です、はい、趣味、はい、趣味でこんな会社を使うっていう、すごいですね。じゃあちょっとお邪魔しますよ、はい、あ、どっち、どっち、こっちです、こっちです、ここですか、わ、すごいこの位置。すごいです。え、これ映ってるんですか？生放送。おお、ね、生放送。全然こっち見てなかったですね、それはね。そうなんです。え、てか二人ともどこ見て喋ってんのかなって思いながら、横で見てたんですけど。いや、どっちかというとここ見てました、ね。いやいやいや、ちょっと画面をね、せっかく生、
生配信って言ったんですよね。ふわっとしすぎですし、入るタイミングも分かんなかったですからね。どうしようと思っちゃった。この歌方、普段は DJ を。はい、はい、DJ やってます。したり、あそうですね。いろんなことをしています。普段、まあ普段もいろんなことやらせてもらってるんですけど、モデルとか。そうですね、今日はこのイベントの MC もやらせてもらえるということで、はい、1時半からよろしくお願いします。はい、暑いですね。暑いですね。ここにいるだけで多分マイクが熱くてね、これ伝わるのかな、この暑さ、この画面で。本当暑いですよ。はい、はい、長谷川さんはオリンピックなんぞ、あ、見ましたよ。何が一番、あの水泳、あ、ね、あの一番最初にやった水泳のリアルタイムでたまたま見てて、あの金メダルの、あ、そう、金メダルのやつ、すごいさらっと見ちゃって、もう、はいはい、なんて言うんだろう、ハイライトでも見てるのかなみたいな感じぐらいさらっと見ちゃったから。そうですよね。そう、でも一番最初にやったのはサッカーって言った、開会前、開会前にやった。ちょっと、ね、世の中のこと知らなすぎてればいや、まあでも水泳すごかったですよね。そう、水泳すごい、いい感じ、はい、いや、暑いですね。これDJ が熱くて、あ、DJ が、どうした？あ、面白いですね。